はい、はい、60秒チャレンジ、はい、11回目やります。11回目やります。はい、現在5勝5敗のイーブンでなかなか好調で調子いい感じですか？ぼちぼちで、ぼちぼち、うん、だから暑いよ。あ、暑いですね。暑いよ。暑い。今日何度ですか？今日ね、何度だろう。朝来るときね、27度ぐらいだったよね、外がね。夏間近。夏間近だね。夏間近ということでボーストを打ちましょう。はい、意味がわかります。夏といえば、夏といえば海でしょ。まあ、夏といえばスカッシュ。スカッシュ。スカッシュといえば暴走じゃないですか。いや、暴走好きだね。暴走好きですね。暴走好きじゃないですか。うん、暴走しか打ってなかったね、試合でね、最初の頃ね。嫌がらせするの好きじゃないですか。いや、暴走打って。全然。だって暴走は手抜きショットでしょって言われる。そんな手抜きショットを打つね、道枝さんが今回はい、バックハンドのボーストをやります。バックハンドのボーストね。はい。やばくない？やばくないですよ。だってフォアは当ててるんですよ。あー、フォアとバック違うよね、これ。まあ、でもこれで、まあ、手抜いてるかどうかも分かるっていうのが。でも、試合の時あのとこ打たないよね。当たんなかったら、まあ、手抜いてんのかなって。いや、そういうことしなくて。あんな大きいボースト打たなくて。じゃあもうちょっと手前にしますか。鬼ですか？いや、だって、じゃあ、鬼ですかって。いや、まあ、全然別にね、一番当てやすいところでいいですけど。それで当たんなかったら嫌だな。でも、そこってフォアに合わせた方がいいですよね。いや、同じところでやるんで、はい、やります。やろうかね。いや、ここで勝ち抜けるかどうか、勝ち抜け、勝ち越しですね。勝ち越し。いや、それはさ、プレッシャーかけてるでしょ。できるといいな。全然心こもってない。毎回思うけど心こもってないよね。いきます。はい、よーい、スタート。30秒経過しました。10秒前。5、4、3、2、1、終了。終わりです、終わりです。どうせそんなことしてももう入んないんですから、諦めてください。ずっと回ってますよ。ダメじゃん、カット。絶対カット。え、本当に回したの？はい、回ってますよ。はい、使いますけど。カットしてね。使いますけど。いや、ダメ。やばい。ガンね、トスが安定しませんでしたね。安定しなかったです ね。勝ち越せるっていうところでちょっと緊張しちゃったんですかね。緊張はしないよ。なんか負けを望んでるかな、みたいなオーラを感じてしまった。あ、わざと負けたんですか？いや、わざと。なんでそういう言い方するかな。いや、だってそういう、いや、なんかそういう、僕が負けを望んでるかと思い違いですよね。思い違い。いや、でもなんだかんだ言って当てるんだろうなと思ったんで。え、ちょっとなんかショックです。なんか違うくない、それ。なん
が違うくないですかそれ。いやなんか道下さんだったらなんだかんだ当てて、お勝ち越しましたっていうなんか流れをね。ないことは言ってない。顔笑ってるよ。いや流れをね。笑ってるって。ほら思ってたわけです。絶対笑ってるって。なんか喜んでるでしょ。顔作らないで作らない。いやそんなこと言わないでほしいなって。本当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 ね。そうですね。勝ち越せないよね。ということで5勝6敗でございます。喜んでるってこと。